皆さんおはようございます。実はですね、スプラトゥーン3公式サイトが開設されたみたいなので、ちょっと見ていきたいとは思ってるんですけども、昨日興奮して寝れなくて、もう騒ぎに騒ごうと思って一人でカラオケ行って熱唱して、帰ってきてゲームして、まだ俺まだテンション高いんだよね。やばくないやばくない。夜の10時に発表されたんだけどさ、寝れなくなるの確実じゃん。もうとんでもないで、見てみるとね、わかるんですけど、このイカスポーンイカ登りとか、なんか公式サイトに見るとね、新しいスペシャルの名前が出てるの。全部気になるんだけど、クリックすると実はこれ出てくるから、あ、ごめんなさい、飛んでなかったんです、ごめんなさいそう、これでようやく公式サイトに行けたんですけど、スプラトゥーンが初めてな人目とか映像集とか、これでね、見たい人は見れるし、実はね、縄張りバトルのこれプレイ映像っての俺見たんですよ。もう興奮してん、もうやばい。もうこれまたもうちょこちょこ動画で出していこうかなと思ってるんだけど、まず一番最初に見た時の反応、よかったら見てもらおうかな。どうしようかな。とりあえず公式サイトでも見よっか。公式サイト出たので、鮭のあれについてもあるし、ジャッキンについて、これ今までの動画か。今まで任天堂ダイレクトで出てきた動画だね。が、重なっておりますね。ちょこちょこ見ていくと、このバンカラ地方っていうのがもうね、舞台となってて、洗濯物とか、干しっぱで、すごい気になるところ。しかも砂漠の街でこんな洗濯物を使い分かせたら、すぐ汚れちゃうんじゃないかと心配するところなんですけども、どこまで飛べるんだろう？バンカラ街。なんか最近急速に再開発が進み、だから昔廃れてたとこが、急に、なんか、この街をちゃんと使おうみたいな感じで、使われたんでしょうね。いっぱいあるので、本当に、めっちゃ気になる方は自分で見てください。もう俺ちょこちょここう、眺めてるだけなんですけど、すごいな、クオリティが。すごいな。奥行き感がすごいな、これ。で、弓についての、ツイートもされてた。これもまた別で言うけど、いろいろあったんですよね。あった。インクを塗り合い、塗った面積を競う縄張りバトル。イカスポーンや、イカロール、イカ登りという新たなアクションによってっていう、この新しいアクションが今回目玉なんだよね。イカロール。なんか、マニューバーじゃないけど回転しながら、相手の攻撃を避けたりするっていう。これ新しい。これ一番使ってみた、俺、イカロール。あ、イカ登りも一番使ってみたい。これも使いたい。インクで塗られた壁を勢いよく登って飛び上がる。上に上がれるんだって。だから、まあ、チャージャーには抜かれる、上手い人には抜かれるかもだけど、これイカ登りってのも、これも一番使いたい。2個一番使えたのね。これイカスポーンもね、ごめんね、もうテンション上がりすぎちゃってごめん。スポーンが自由にできるの。だからリスキル対策にもなってるの。もうなんだこのギア、レゴみたい。しかもこの髪型と合ってるな、すごい。もうゴンズイ地区って新しいステージじゃない、名前。新しいステージの名前もわかります、マジで。武器も出てきました。あー、弓の名前、トライストリンガー、カニタンク。もうなんかもう本当にいろいろ書いてあるので、公式サイト出てたので、どうせ、もう URL 載っけとくので、概要欄見て、ついでに僕のチャンネル登録もよろしくお願いします。マジで昨日から寝れないわ。はい。こんな感じで、おなじみの武器も、リニューアルされて登場ということで、この、なんかブラスターが、でっかくなっちゃってたり、すごい楽しみですね。あとサーモンランについての、これも気になるね。ダイナミック出勤、何それ何それ、あ、すごい、ヘリコプターの中から、これ映画とかで出てくるよね、こういうシーン。映画のキャラになりきれようみたいな。新たなバイト体、あ、そう、イクラを投げることができたり、まあ、他にも、まあ、何かあるんだと。あ、これあれじゃない、スプラトゥーン1のアオリちゃんとホタルちゃんと、これは新しい4号で5号か。スプラ3のヒーローモードのキャラクターだ、これ。で、小ジャケと一緒に動けると。お、ってことはアオリちゃんとホタルちゃん出てくるんだ。お、確定してんじゃん、これ。
あおりちゃんとホタルちゃん出てくる。ただ飯田ちゃんと姫ちゃんは出てくるかわからないけど、彼も出てきます。トビウライダーズみたいな名前なんです。あ、違う、カラストンビ部隊みたいな。おっちゃん。おっちゃん出てくるよ。え、待って、とりあえず確定したの嬉しいな。まあ、公式サイト出てるので、よかったら見てみてください。よろしくお願いします。はい、マッチングしました。ドンブラッコです。ずっと30分ぐらいの暴れバトルやって、一人で、勝手に盛り上がってたんで、だんだん疲れてきまして、サーモンランに逃げてきました。まあ、公式サイトを見た流れでゲームしたんですけど、まあ、興奮が止まらないと言いますか、寝れない。もう元気すぎて寝れない。いつ収まるかな。明日には治りてほしいな、この。なんか希望がある、すごい。未来に。スプラ3が出るってだけで、もうめちゃくちゃ嬉しいから、もうね、鮭倒すわ。マジで関係ない鮭には八つ当たりかもしれないけど。なんならスプラ3、いくら投げれますからね。ここから投げる必要はないと思うけども、投げれちゃいますからね。声めっちゃガラガラなんだよね、昨日から。これもう人からの影響ですね。一人で歌ってるとこうなります。ただ、後に引かないからな。俺、あんなに置いてかないで、置いてかないで。危ない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 。死にかけたよ、今。なったよ。下のイクラ取り行きたいなぁ。でもなぁ。怖いなぁ。あ、倒したいって、あ、当たんない。ごめんなさい、全然当たんなかった。ヘビーが邪魔だ。ヘビーも倒しちゃった。ヘビーも倒して、ぬるま20個でしょ？あ、でも初手から20個大変かもね。初手から20個は多い気がする。もう簡単かな。右手。はい、倒した。俺これ負けたら、もし、ウェブクリアできなかったら俺、今からランニング10キロでもしてくるわ。とりあえず今20個でしょ？負けたら俺走ってくる。バス、あれだね。自分ルール。マイとガイとロックリーがやってた。自分ルールだ。あれマジで感動したからな。マイとガイと。言って、ガイ先生のお父さんもかっこいいよね。なんならね、みんな八門投稿使ってくる人、みんな。やばい、もうスプラ関係ない話になっちゃう。ごめんね。とりあえずスプラトゥーン3出るのマジでおめでたいですね。それは本当にそうなんですけど、僕ずっとスプラトゥーン2と1やっててさ、そこまで壊滅的に上手くなったわけじゃないからさ、スプラ3がさ、上手い俺でいたいな。なんか、ネタのうなぎみたいになってるけど。でもスプラ楽しんでればいいよね、もう。スプラ楽しんだもん。下手でもいいじゃん、やっても。ゲームを。楽しんだもん。スプラトゥーン好きだから。好きじゃないとできないからね、こんなにもう。5年ぐらいやってるよ。5年ぐらいやって君、試験に勝てないのとか言われそう。いつか。失敗取った。失敗も取った、戻れ。今までなんか特技とかゲームとかあんま、ね、なかった俺がね、YouTube してね、やってるのとスプラのおかげでもあったりね、一人で勝手に干渉的になって、これボム入れとく。ノルマ22だって、なかなか高いね。これも倒した。もう、このクルクルで入れに行こう。おっと。いっぱい撃たれてるけど、まず入れた方がいいかもしれんな、俺。やばい。とりあえずクルクルで。ジェットパック行っちゃおっか。奥のやつ倒して。これも倒して。オッケー。あと3個。とりあえずあと3個。で、味方のイカちゃん入れてくれた。あと1個。あ、22個になった。完璧です。皆様。完璧です。今日のサボランも楽しいです。いつも楽しいです。スプラトゥーありがとう。もう、スプラ3出てくれてありがとう。雨がすごいな。雨がすごい。いやー、楽しいなこんなに、マジで同じゲームしたことないからな。今まで飽きちゃうからすぐいろんなゲームやって、やめてって。続いたことなんてないし。そう考えると、おっと大砲で終わらせよう、最後。さあ、どこから来る？ここか。
ない。あ、ハイプレイはもう味方打ってくれてるから。で、打っとくか。で、インク回復今のうちしとこう。プラトゥーン3は、大砲出てくんのかな？早くやりたいな。9月9日ですよ、皆さん。9月9日。なんならもう公式サイト出てるので、公式サイトも見れるし、武器の情報とかも見たかったら、各自だけど、見れるし、もちろん俺も動画投稿出していくから、それでも見れるし、待っててもいいし、とかね。いろんな、やりたいことあって、ワクワクしてるわ。ダメだな。いろんな武器使いたいな、俺。出たら。いろんな動画で言おう。ちょっと動画系統似ちゃうかもしれないけど許してください。ここ数日は似てしまうかもしれない。似て非なるものを作りたいと思ってるんだけど、他の人とも多分似ちゃうと思うしね。まあね。いつも見てくれてありがとうございます、本当にもう。こういう時にしか感謝伝えられないからな。急に言ったら何言ってんの、お前みたいな。言われちゃうから。急に言うと気持ち悪いな。何言ってんだ、なるから。言える時は、今。このタイミング。ね、大砲強すぎるから、もう、ジェットパック触ってから大砲、インク回復したから大砲。もう大砲だけで楽しい。めっちゃ強い大砲。もう味方うまい。見て、味方の大砲。めちゃくちゃうまい。あ、俺のことじゃないよ。味方だよ。俺の力もあるけど、大砲の力と味方の大砲もあり。いや、めっちゃ楽だった。ナイス、みんな。ね、混ぜて。混ぜて、混ぜて、お願い、混ぜて。やったー混ざった。4人仲良くよしよしよし。よかった。いや、今日楽しいわ。ありがとうございました。